こんにちは、はじめしゃちょーです。今日はですね、リネージ2レボリューションというゲームで遊んでいきたいと思うんですけども、なんとモンストとのコラボをやっているみたいなので、今回リネージ2もモンストもそんなめちゃくちゃ詳しいってわけでもないので、ちょっと助っ人を呼んで一緒に遊んでいきたいと思います。このお二方です。どうぞー。どうもどうも、こんにちは。はい、よろしくお願いします。自己紹介お願いします。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。いい子ちゃんです。よし。そして切るなよ、絶対切るなよ。あつさん。はい、ということで、このお二人はですね、はい、キコちゃんはもう皆さんご存知の通りモンストですよね。そうですね、はい、私はモンストはもう詳しいので解説をしていきたいと。よろしくお願いします。そして、はい、リネージ2といえばもちろんこの名前ですね。そうですよね。リネージ2といえば私、ヨッチでございます。結構詳しいんですね。そうですね。はい、嘘です、ごめんなさい。全然わかんないです。僕たちがあんまり詳しくないので、はい、リコちゃんさんに説明とかいろいろ教えていただきながら、そうですね、3人で楽しくやっていければいいなと思っております。はい、はい、ということで今回はですね、モンストコラボ記念サーバー、から始めていきたいと思います。これはですね、初心者の方おすすめのサーバーでございます。ということで、まずはですね、キャラを作っていきましょう。お、はい、キャラを作っていくんですね。キャラを作っていきましょう、うん、じゃあこちらですね、はい、今ヒューマンとなってるんですけど、いわゆる人間ってことですね。そうですね。次、エルフ、ダークエルフ、ドワーフっていうのがあるんですけど、ね、はい、一回見てみましょう。うわ、で、あ、可愛い、エルフ、可愛らしい。ああ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。アインハザードが、まあ、あ、次、ダークエルフ。おお、かっこいい。うわ、クールだね。なんかステータスがみんな違いますね。本当ですね。あ、本当だ。ああ、あら、可愛いじゃん、これ。好きですわ。体力すごいですよ。いや、体力すげえな、これ。ちなみに、うん、モンストこれコラボしてるじゃないですか。はい、してますね。それぞれがね、はい、あのできるキャラクターっても決まってるんですよ。まずは、はい、ヒューマン。はい、ヒューマン。これは坂本龍馬っていうね。あ、坂本龍馬ね。はいはいはい、知ってる？そうそうそう、知ってますよ、それぐらい。赤い服着て炎をまとった。そう、いや、厳しいな。で、次エルフね、うん、エルフは、はい、今度はアーサーっていうね。アーサー、アーサー、モンストから昔からいるね、あの有名なキャラクターいるんです。強いキャラクターが、あれか、なんだあれですね。事故ってんじゃないか。いやー、ダークエルフ、ダークエルフ、はい、はい、ここはね、神化したダークゼウスっていう。あ、で、最後に、はい、ドワーフ、大事。ここはね、なんと、はい、去年の初めに実装されたパンドラっていうね、キャラクターがいるんですけども、可愛い女の子が、はい、うん、それがドワーフでございます、ね、なるほど。その4体、そうです、この4体でございます。どれを選ぶかって感じですね。どうします、じゃんけんします、じゃんけんしましょう か, じゃんけんか。最初はリレーでもじゃんけんポン。やったー、勝ったー。アーサーでいきます。おお、なのでエルフを選んでいきます。じゃんけんポン。おい、あ、じゃあ僕はですね、ダークエルフ。おお、ってことはゼウス、ってことはゼウスですね。ダークゼウスですね、はい、ありがとうございます。じゃあ僕はパンドラちゃんで。おお、あー、あー、そっちか。あ、そっち行っちゃったか。ああ、なるほどなるほど。はい、じゃあ、皆様それぞれキャラは、見れましたでしょうか。見れました、はい、すごいグラフィック綺麗ですよね。めちゃくちゃ綺麗で、その横に、職業選択というものがあるんですけど、ウォ、はい、リア、ローグ、メイジっていうのがあるんですけど、ウォリアは接近戦を得意とする戦士、はい、で、ローグが探検という意味の使いに長けたアタッカー、うんうん、で、明治が、魔法で敵を攻撃するアタッカーという感じで、うんうんうん、それぞれのね、あの用途に合わせて、武器が選べるという感じになっております。で、スタイルあるんですけど、これはお好みのなんか髪型とか、はい、設定できると思います。本当だ、どうですか。違う、でですね、その下、動きを見るって言ったら、このキャラクターのこの動きをアクションできるってことですね。おおおお、動きがかっこいすぎる。すごいね、これ。じゃあちょっと、ウォリア、ローグ、メイジ、それぞれ決めていきましょう。私はウォリアでいきますよ。僕も接近戦好きなんで、ウォリアで。なるほどなるほど。お二人がウォリアなら、僕はウォリアで。同じじゃないかい。じゃあこれで早速、じゃあプレイしていきましょうか。はい、よし。おっと、おっと、島ですね。ルービーだ、島だ、島だ。おー、すごいすごいすごい。こういう感じなのね。あー、いいないいないいな、始まりって感じ、ね、めっちゃ綺麗じゃないですか、ね、はい、綺麗だわ。まずは小さなことから始めて徐々に慣れていくといいでしょう。傭兵隊長ダグラスに頼めば仕事がもらえます。港の入り口にいますから行ってみるといいですよ。なるほどなるほど、はい、これでクエスト受注ですか。あー、なるほどね、受注しちゃいましょう、はいはい、おっと、おっと、話せる島はいつも人でいっぱいだわ。それ自動で動いてますね、これ。すごい楽ちんですね、これ、ね、
クエストクリア。クリアになりましたね。クリアになりましたね。あらまあ、あらまあ、すっごい楽ちんで。楽だね。楽ちんですね、これね。楽だね、これ。で、またタッチしたら自動でやってくれるってことですか？あ、そうですね。あ、来ましたね。なんかクエストが完了したら自動クエストは中断される。もう一度タップしてくれって。じゃあ押しますか。押しますか。はい。じゃあクエスト受注して。はい。よいしょ。おー、いったいったいった。自動クエスト中。自動は楽。これはいいね。楽楽。でけえな、お金が。え？あ、自動で攻撃してくれません？ね、自動で戦ってる。あ、オッケー。クリアしました。じゃあそろそろじゃあ僕らパーティー組んじゃいますか。あ、来た。よし、じゃあこれで名前8個8 名前がそんな感じになってる今。パーティー名まじめさんに決めてもらいましょうか。はいはいはい。じゃあピロシキ団にしましょう。弱そう。サーカス団の名前みたいな。はい、ということで皆さん、まあ、ちょっとコスチューム着替えちゃいますか。着替えたい。確かに確かに。モンストになっちゃいますか。おータイミングで。じゃあ一回バック押していただいて。はい。ブラスコみたいなのあるのかな。ブラスコあるわ。そうそう、ここにあるはずなので、うん、開く。はい。来た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 。じゃあ行く。装備しますね。じゃあ行きますか、はい、装備する。うわぁ来た。おー、かわいい。すごい、すげえ。めっちゃ強そう全員。よっち怖っ。やばい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 。でかっ。やばい、すごい、めっちゃ強。うわぁ、ほら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 。いいな、ギコちゃんのいいっすね、清掃。いやこれなんかいいっすよね。これリアクションできるみたいなんで。キラキラ。いやいや、怪しいな。キラ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 。これチャットもできるんですよね。チャットやってみましょうか。チャット？あ、よっち、およっちって。じゃあそろそろクエスト本格的にやっていきますか。やっていきましょうか。うか、ね、そう、不動明王がね、いるんですよね。はいはいはい、はい。マップのどこかに倒しに行きますか。早速。ただその前に、はい、ガチャ引いて強くなってから行きましょう。大事ですね。装備がないと。確かにコンボ振り回していてもしょうがないんで。ショップをポチッと押してもらって、はい、一番右かな、コラボ武器10プラス1ステップアップガチャ。おー、はい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 。段階的に購入ができるボックスです。うん、ボックスから出現するアイテムは R から URL の装備です、うん。どんどんステップアップしていくってことですね。そういう感じですね。はい。ではもう引いていきます。はい。お願いします。ここで、ね、見たいですね、やっぱ確かにね。バシッと出していただきたいですね、これね。まあ、ファーストステップは、なるほどね、まあそうですね。じゃあ、ちょっと見ていきます。えい。おお、あ、何これ。背景武器だよ。あ、背景武器、背景武器、これいい装備っす。あ、引いちゃった、引いちゃった。すげえ。来たんじゃないですか。いきなりいいやつ来たな。それで装備しますね。何それ。はい。装備して、まずここで700上がる。ここで1000上がる。おお、いや、もう1枚いく。これは負けたよ、この時点で。わあ、もう1枚いきました、1枚いきました。え、はい、待って、はいはい、よっちに勝てそう。よっち1万5000です。1万5000ぐらいですね。リコちゃんが7000。かわいそうになってね。かわいそうになってきて、やめろ。リコちゃん、ちょっとお願いします。真ん中のメインいきますよ。はい。おお、背景武器ではないですね。なるほど、まあ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 、ステップ2ですから、まだこれ。おお、超えられる、やばい。ステップ3で超えていく可能性は、次で超えていくのが大事です。ちょっと大事なメンバー。あー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 これこれこれ、やばいやばいやばい、これだって。これはいただきましたね。これはいただいたやつ。うわー、やっぱ持ってんな、持ってんな。真ん中だからもう、じゃあ色が違う、色が出てる。押します。はい、すごいすごい。あーすごい、なにこの演出。うーわー、ブーツか、ブーツか、強いんでしょ、ブーツではない。なるほど、これ装備をすると、装備していくといくらだろうな。うわー、3だ。16,399。うわー、よし、エースだ、エースだ。みんな強くなりましたね。強くなりましたね。まだよ、まだ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 。最後の1個、最後の1個。さっきの3ステップ全部引いたんで、メールに届いたはずですよ。メールに届いてる、メッセージね。ははは、これ受け取る。これショップの召喚ボックスアイテム、これ受け取りました。はいはい、多分開いてください。はい。あー、選べる。あー、これはいい。そう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 、あ、マジだ。仲良く、いや、仲良くゼウスにやりていきますか。まあ私はもうゼウス持ってるんで、ここはアーサーのエクスカリバーを。あ、なるほど、ゼウスにやり、いただきます。うわー、やった、いただいた。服装と色が合ってる。あー、合ってる。あー、いいいいいい、みんなかっこいいな、これ超かっこいい、かっこいい。これでもう戦う準備 OK です。はい、僕もバッチリです。もう行きますよ。じゃあ不動明王さん倒しに行きますか。倒しに行きましょう。さあ、じゃあ右上の、はい、マップをタップしてください。ポチマップタップ、はい、はい。じゃあ左上のくるくるの水色のやつがあると思うんですよ。はい、あー、ありますね。はい、セーブ、はい、そこをポチッと押してもらっていいですか。ポチ、ポチ。あーあーあー、みんな進んでる。でこっちの方にいるんですよ、不動明王が。なるほどなるほど。ちなみになんか何時に出るとかあるんですか。6時間に1回ですね。6時間に1回、6時間に1回。あ、全員揃った。みんな全員揃いました。うわ、めっちゃかけいかつい、全員いかつ。じゃあ行くよ。じゃあ行きましょうか。もう一回右上のマップタップしてください。マップタップ、はい、はい、で、
モンスターっていうね、モンスターそこを押してもらって不動明王はいはいはい、レベルおかしくないですか。レベルおかしくない、レベルおかしい。いやいや、これで移動適正キャラいれば大丈夫なんで、これで移動、移動でポチッと押してもらって移動っていうの出てくるんで、とりあえず行きましょう、向かいましょう。はい、え、もういるのこれ。レベル400なんて、まあ我々も3に合わせれば、まあレベルが今いくつ、ささに合わせて4です。4、3、2、9ですね。でっけえ、ここら辺の敵。え、まず敵がでかい。怖い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 、なんか被弾して、でっけえでっけえ、怖い怖い。あぁ、痛い痛い痛い、危ない危ない危ない痛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 い、これか、やれやれやれ、逃げるぞ、よし逃げるぞ。マジ、ちょっと、まあ、今すぐ復活できます、今すぐ復活しました、今すぐ復活、復活、はい、気のせい気のせい、今の気のせい、気のせい気のせい、まだいるぞ、あー、いる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 、よしやれ、いけ、まあ、こっち来た、こっち来た、いけいけ、やって、よし、避けて避けて避けて避ける、あー、あー、あと、あれ、すぐ復活できる、やばいやばい、めっちゃ復活できる、あれはもうゾンビなのに復活しない、うん、うわ、やばいやばいやばい、待って、もうこれ無理だよ、無理だね、これ。ちなみに、はい、戦闘力は約25万必要らしい。やめましょう、一応推奨ってことなんですけど、やめましょう、もうやめましょう。どれぐらいの時間がかかるんだ、これ。そうね、これ実ははいはいはい、まあ、走ってるじゃないですか。走ってますね、もっと、うん、あの速く走れるんですよ。速く走れる、速く走れる。というのもこのゲームにはね、リネレボにはペットっていうシステムがあって、ペットに乗ったりとかクマさんに乗ったりとか、はい、っていう機能があるんですけど、うん、今回ね、あのギョッサンが騎乗ペットに、もう書いてあるね、あるでしょ。だそう、これにね、一応乗るっていうよりもこれに変身できるっていうシステムがあって、まあ、これでスピードアップさせて目的地までガーッと行く。なるほどね、そういうものもある。ただ、はい、まあ、これね、乗れるようになるのはもうそもそもペット自体がそうなんですけども、はい、我々のレベルを50にしないと。50ですか。50です。ペットっていうシステムをうまく駆使して、うん、みんな移動をね、早くしてると。なるほど。より楽しくなりますよね、確かに ね。で、先ほど不動明を、うん、やったんですけど、はい、コラボダンジョンとしてなんか、あの、はい、ルシファーとミロクが出てくるみたいな、うん、最近モンスト界で、うん、はい、ルシファーとミロクって言ったらもうどっちも本当最強キャラみたいな、うん、そうなんですか。そう、二大巨頭みたいな。で、一応ですね、こちらのコラボダンジョン、うん、レベル30から入れるということで、実はもう一つ、はい、まあ、モンスト要素があるんですよ。ほう。そのイベントに参加する時のナビゲーターが、うん、はいはいはい、オラゴンっていうキャラクターなんですよ。オラゴン、うん、あのアニメとかで出てくる、そう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 、あの可愛らしい、あのそう、あのそうそうそう、あの子がね、そう出てくるので、それもね、ぜひお楽しみにしていただければなと思います。はい、はい、というわけで皆さん、リネージュ2いかがだったでしょうか。皆さん結構あの手軽にできて、僕ももうサクサク進めているので、あの誰でも簡単にできるのではないかと思います。このモンストコラボは1月の19日までしかやってないので、皆さんぜひ期間中に遊んでみてください、うん、はい、以上、今日のセカンツーでした。バイ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 。